日本海軍の未成潜水艦。普遍的には E13 型潜水艦の4番艦とされているが、法令上は E9 型潜水艦の1番艦。艦名は E5 第1潜水艦の収容。改め5計画の潜水艦校、仮称艦名第5093号艦として計画。当初計画では E5 第12潜水艦と同型となる予定だったが、 建造中の1943年後期に建造席数が削減された E400 型潜水艦を補うため、以後第13潜水艦と同様に基本計画番号 J35C に従って建造されることとなった。1943年6月24日、川崎重工業専修工場で起港。1944年3月15日、 以後第一潜水艦と命名されて、移住型潜水艦の一番艦に定められ、本籍を横須賀鎮守府と仮定。6月10日、浸水。浸水後は、川崎重工業本社幹線工場へ送られたが、同工場での偽装工事は未着手で、主電動機2台と軸系装置の設置が完了していただけだった。工程40%で工事中止となり、 終戦時未成。1945年9月18日、枕崎台風により、神戸市民場沖で沈没。1947年4月、不要解体された。法令上は、異級型潜水艦。価格は当初計画の以後第12潜水艦と同型艦としての予算であり、異13型潜水艦へ、計画変更後の価格ではない。 AB 進捗率は大阪警備府と近畿海軍監督部が昭和20年8月31日付で調整した各目録による福井写真日本海軍全艦艇史及び世界の艦船日本潜水艦史では70%としている以後第13潜水艦の竣工時及び以後第15潜水艦の偽装品目録に順じて記述する 本来の艦名表記は、移行第1潜水艦、AB 艦艇類別等級別表上の番数。本艦が、艦艇類別等級別表に搭載された1944年3月15日時点で、以後第9潜水艦が、同票から削除されているため、厳密には、移住型潜水艦の一番艦。ありがとうございます。